主要な国々のリーダーたちが集まり、世界経済の持続的な成長のために、そして国際社会が直面するさまざまな課題について真剣な議論を行いました。私たちの一億総活躍という新しい考え方には多くの国々から注目が集まりました。持続的な成長への道筋を示す究極の成長戦略であることを改めて確認できたと思います。 TPP 交渉参加国との首脳会談では、協定の早期署名発行に向けてそれぞれがリーダーシップを発揮していくことで一致いたしました。国際法を遵守する、世界のどこであっても航行の自由や上空飛行の自由は守られなければなりません。東アジアサミットでは南シナ海の情勢を中心に、まさしくこの点が主要テーマとなりました。テロは断じて許すことはできない。その点においては意見の違いは全くありませんでした。 G20 サミットが開かれたトルコを訪問中にパリでテロが発生しました。テロと対峙していく国際社会の団結をしっかり示すことができた、そのような国際会議となったと考えています。